どうしてうまくならないのかな。このままじゃみんなの練習の邪魔になるだけだもん。冷たくて気持ちいいもん。あれ、なんだこれ。うわあ、とっても美味しそうだな、もぐ。ん？もぐもぐ、ファイト？誰だろう。美味しい。そうだ、みんなにあげよう、もぐ。お弁当。うわ、サンドイッチだ。僕ちょうどお腹が減ってたとこなんだ。おいしい人参サンドだ。うん、もぐもぐってお料理上手だね。これは誰かが作ってくれたんだもぐ。でも本当に美味しいね。うん、おいしい。僕もう一つ。どっちったら。またダウンしちゃったもん。一体誰だろう。神様が応援してくれてるのかな、もん。おいしい人参ジュースだもん。でも僕が人参好きなの知ってるのかな。ああ、なんだか生き返るな、もん。そうだ、これをみんなに飲ませてあげよう。もぐ。あ、もぐもぐよ。みんな、こんなところでどうしたもぐ。今日はもうバスケの練習は中止よ。え、どうして。あ、暑いからでしょ。ね、これ飲んでみない。人参ジュースだもぐ、おいしいよ。人参ジュース。ねえ、昨日のサンドイッチにも人参入ってなかった。うん、入ってた。どうしたもぐ。もぐもぐがやったんだ。そんな。まさかもぐもぐが犯人だなんて。何、僕が犯人。何のこと。人参畑の人参が盗まれたの。本当。あなた今までどこにいたの。僕泥棒なんてしてないよ。サンドイッチもこのジュースも誰かの差し入れなんだもん。誰かって。誰かって誰か。知らない人。うん。あ、そうだ、証拠があるもん。こんなの証拠にならないの。そうよ、もぐもぐが自分で書いたんじゃないの。
ニンニン畑の人参が大量に消えてたけど、またグリかな。待ってました。さあ入って入って。うわ、人参いっぱい。これ全部食べるの？もちろん。今度またパーティーやろうと思ってね。さあ食べてみて。もう食べられないよ。ダメダメ、まだパイとケーキが残ってるんだから。うわー。